パブロダニエル・オスバルドは、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身のサッカー選手。CA ・バンフィエルド所属。元イタリア代表。ポジションはフォワード。9歳で、地元ブエノスアイレスの CA、ラヌースに入団。CA ・バンフィエルドを経て、2000年に CA ・ウラカンに移籍。2005年まで同クラブの下部組織でプレーした。アタランタ2006年1月18日に当時、 セリエ B のアタランタ BC に入団。イタリアでの初年度は、出場3試合で1ゴールだった。7月25日、同じくセリエ B の US レッチェに、レンタル移籍。31試合8得点の成績を残し、アッコフフィオレンティーナのスポーツディレクターであるパンタレを、コルビーノの目に留まる。フィオレンティーナ2007年8月13日、移籍金460万ユーロで、 フィオレンティーナに移籍。9月29日の AS リボルノカルチョ戦でセリエ A 初出場。スタメン起用に応え移籍後初ゴールを含むドッピエッタを記録した。2008年3月2日、アウェーでのユベントス FC 戦において後半ロスタイムに逆転ゴールを決める。ゴールパフォーマンスとしてガブリエル・バティストゥータを真似たマシンガンポーズを披露し、20年ぶりとなる敵地での ユベントス戦勝利に歓喜するサポーターを熱狂させた。また、最終節となった5月18日のトリノ FC 戦では、オーバーヘッドキックで決勝点を挙げ、チームに、翌シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をもたらした。翌2008から09シーズンは、アルベルト・ジラルデイノや、ステバン・ヨベティッチの加入に伴い一転して、出場機会が減少し、冬に移籍することを希望した。 ボローニャ2009年1月16日、ボローニャ FC に移籍。8月23日のフィオレンティーナ戦でフルス相手に移籍後初ゴールを挙げた。しかし、ボローニャではマルコディバイオの存在もあり、思ったような活躍ができなかった。エスパニョール2010年1月11日、スペインの RCD エスパニョールへレンタル移籍。シーズン後半のみで20試合に出場して、 チーム最多の7得点を挙げ、6月3日に5年契約で完全移籍した。2年目の2010から11シーズンは終盤戦を怪我で棒に振ったものの、24試合でキャリア初の2桁得点となる13得点を挙げる活躍を見せ、ヨーロッパリーグ出場権争いの立役者となったが、クラブは財政状況の悪化に伴いオスバルドの売却を検討した。 ローマ2011年8月25日、エースローマに5年契約の遺跡金、総額1750万ユーロで遺跡。ボローニャ時代以来1年半ぶりのイタリア復帰となった。11月25日のウディネーゼカルチョ戦後、同僚のエリクラメラを殴ったとして、クラブから10日間の禁止処分と罰金が課された。また、2012年2月26日のフルスアタランタ戦では、MF、 ルカチガリーにおけて退場になり2試合の出場停止処分を受けた。このようなトラブルや度重なる負傷にもかかわらず、シーズン全体では26試合でチーム最多の11得点を挙げ、セリエ A では自身初の2桁得点を記録した。2年目は迷走を極める中でチームトップの16ゴールを挙げた。しかし2013年2月10日の UC サンプドリア戦で、 ダニエレがスタルデルに倒され PK を獲得した際に、本来キッカーであるはずのフランチェスコトッティからその座を奪って蹴ったが、これを失敗。試合後には、空港で、サポーターとも見合いになった。コッパイタリア決勝では、宿敵 SS ラツヨに0の1で敗れ準優勝に、終わりヨーロッパリーグ出場を逃すと、表彰式を欠席しさらに、アウレリオ・アンドレアッツオリ監督に対して、ツイッターで、 無能なことを認めればよかったものを、ラツオの連中と祝っていればいいと侮辱するようなつぶやきをしたため、当初は FIFA Confederations Cup 2013の代表メンバーに選出されていたが、この騒動によって、チェーザレ・プランデリ監督により代表を追放される事態となった。新監督に就任したルュディガルシアには一定の評価を受けていたが、 サポーターとの対立は火を追うことに深まっていった。サウサンプトン2013年8月18日、エスパニョール時代の恩師、マウリシオ・ポチェッティーノが率いるサウサンプトン FC への移籍が合意。移籍金はクラブレコードとなる1500万ポンドとなった。背番号は17番。2014年1月、練習中にチームメイトのジョゼフォンテと喧嘩になり、 左目を殴り怪我をさせたことから、チームから停職処分が与えられた。この前にも12月の入荷する戦で、相手チームと揉め合いの原因を起こしたとし、3試合の出場停止を受けていたばかりであった。ユベントス2014年1月31日、ユベントス FC へ買取オプション付きで、レンタル移籍した。背番号は18番。しかし、オプションは行使されず、 シーズン終了後にサウサンプトンに復帰。インテル2014年8月、サフィル・タイデルとのトレードでインテル・ナツヨナーレ・ミラノに買取オプション付きでレンタル移籍した。しかし、2015年1月のイタリア・ダービーの試合最中にマウロ・イカルディとの口論など規律を乱す行動があったため、放出の方向へと向かった。ボカジュニアーズ2015年2月、 母国アルゼンチンの母家ジュニアーズへのレンタル遺跡が決定。オスバルドは以前から母家のファンであった。FC ポルト2015年8月5日、FC ポルトに1年契約に2年の契約延長オプション付きの条件で遺跡が発表された。母家復帰2016年1月に母家に完全遺跡の形で復帰。しかし、 同年5月にドレッシングルームで喫煙したとして、ギジェルモ・バロス・ケロット監督と衝突し契約解除となった。ボカ対談後は、無所属の状態が続き AC ・キエボ・ベローナなどからオファーを受け取っていたものの、9月1日に代理人を通じて現役引退を表明した。今後は、ロックバンドのボーカルとして活動していくという。2020年1月2日、CA。 バンフィールドに加入することが発表され、約3年半ぶりに現役復帰した。アルゼンチンとイタリアの二重国籍を所持していたが、イタリア代表を選択。2007年11月16日の U-21 アゼルバイジャン戦に U-21 イタリア代表として初出場。2011年10月11日に行われた、ユーロ2012予選の北アイルランド代表戦で、 イタリア代表デビュー。ユーロ2012のメンバーからは漏れた。2012年9月7日のワールドカップ予選ブルガリア戦で代表初得点を含むにゴールを挙げた。ドリブルでの仕掛けやゴールエリア内での正確なシュートを武器とし、本人が最も好むセンターフォワード以外にもセカンドトップやウィングなど前線の複数のポジションをこなすことができる。しかし、 いわゆる瞬間湯沸かタイプの選手で、所属したチームでは必ず選手や首脳陣、サポーターと対立するなど、扱いがたい選手として知られており、その結果ジャーニーマンになり下がっている要因になっている。フィオレンティ アップシーティ・エスパニョール2010.1から2010.6ユーベントス FC2014.1 から2014.6インテルミラの2014の2015ポカジュニアーズ2015から元イタリア代表 FW オスバルドが30歳で現役引退屈指の問題児は音楽業界に殴り込みへ超ワールドサッカー 2016年9月30日閲覧。2ゴールのオスバルド、引き分けはだとゴールドットコム2012年9月8日17、オスバルドペリコ日本、ペニャエスパニリスタ日本、オスバルド、イタリアで価値を証明してみせる。ありがとうございます。